はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。新寺様、僕平昌様、僕万能様、ホワイトアウト5963様、伊佐夫様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございました。僕平昌様と続き、僕万能様、万能っていうのはそのいわき農業高校の略で、なこそ工業高校の隣に立っておりまして、そっちはなこと呼ばれてたんですけれども、まあ、あの万のいわきの岩が番っていう常磐ハワイアンセンターの番ですね。常磐炭鉱っていうのがありまして、常磐ハワイアンセンターその跡地、平昌平商業高校、女の子が可愛かった万能いわき農業高校、女の子が可愛かった、これとは別にですね、頭いい子のあの女子が行く、いわき女子高校っていうや万女っていうのがあったんですけど、こっちはちょっと芋っぽかった芋っぽかった。やっぱ成績中ぐらいのあの女の子が一番あのおしゃれとかお化粧とか一生懸命やってですね、賢い方はちょっとなんつうのかな、まあ可愛かったですけどね、あの万女の子もね、もちろん可愛かったですけれども、いわき常磐炭鉱って有名なとこありまして、まあ、いわき市なんですけれども、軍艦マーチ、いわきの煙はわだつみの、まあいわきっていう単語が石炭の代名詞になってたこともありました。ご支援ありがとうございました。ここはステマなんですけれども、まあこれは皆さんに目読してもらいたい部分でありまして、ってなことを言われちゃったことがあるんですよ。なんか知んないけど、やっぱりね、見てると上がってくるから登録しなくても別に不自由なくてみたいな、そういうことなのかなって思っておりますけれども、この部分はステマであります。令和大石明子、国会で話題になっている再エネタスクフォースの中国ロゴの件、スライドの一部に中国の国営電力会社のロゴが入っているとして、NGO の事務局長、財団ですね、が国会の中で大バッシングを受けている。単なる作業ミスをここまでデカ写しにして排除の大合唱は異常だと。擁護、要するに自然エネ財団の大林美香と河野太郎を擁護、単なる作業ミスなのに、なんでこんなに騒ぐんですかみたいな擁護をしております。世論です。異常はあんたらスパイが何か言ってる。その異常わからないのが異常。なぜ単なるミスと断言できるんだ。太郎、味方ができてよかったな。単なる作業ミスではないだろう。異常なのは令和ですわ。スパイ同士でかばい合うと、日本の中枢に入り込む資料だから問題なんだわ。徳和が絡むと途端に追及がなくなるの。自己紹介が過ぎる。いつもの自発的な答え合わせ。本来なら岸田内閣を叩くチャンスなのにな。令和のバックは主なとこだけでもですね、中核派、関西ナマコン、ピースボート、ワールドメイト、宗教団体、立正厚生会、宗教団体、実践倫理厚生会、やや宗教団体、ブラック解放同盟などなど、特徴はですね、反日新徳和であります。令和のバックの特徴は反日かつ新徳和、なので自然エネ財団の大林美香と河野太郎を擁護してですね、日本にダメージを与えたい。太陽光パネルだらけにして自然を破壊して日本にダメージを与えたい。中国共産党のご機嫌取りたい。二つの目的が同時に果たせるなーってことなんでしょうね。野党なんだから本来なら河野太郎と岸田内閣叩く絶好のネタなんだが、逆に擁護と。河野大林とは中共の犬仲間同士で、仲がおよろしいことですな。昨日ですね、河野太郎裁判の弁護士さんとお会いしてきたんですけどもね、現職大臣が、与党の現職大臣が一般人を民事の名誉毀損で訴えた例を
俺知らないっておっしゃってました、弁護士先生。そんな例は知らない。もしかしてこれ、史上初の珍事かもしんないな。小西とか、立憲は、イラストで、立憲はなんかイラストを訴えてましたけれども、小西は、なんだっけ、誰だっけ、脱皮さんを訴えてましたけれども、与党の現職大臣が、民事で名誉毀損。まあ、名誉毀損って刑事もありますからね。知らないです。それとですね、民事の名誉毀損にですね、裁判官が3人つくケースもですね、覚えないって、おっしゃっておったんで、まあ、似たような裁判、あるよ、現職大臣が訴えたケース。とかですね、あるよ、民事の名誉毀損で裁判官3人ついたケース。なんてことを知ってる方、もしいらしたら、ぜひコメントで教えてください。よろしくお願いいたします。難民申請は2回まで。新入管法が6月10日から運用開始。共同通信、不法滞在で入管施設に収容された外国人の拘束を一時的に解く管理措置も始まる。あれ、それって仮放免とか言って今までもやってなかったっけなー。とにかく6月とかから始まるんだよっていうことですね。送還祭りが世論です。ついに来たー。6月と言わず今すぐ始めろ。よし、どんどんやれ。送還については全面的に支持する。支援していた連中はまた裁判でも起こすんかね。仏の顔も3度まで。何度も申請してくんな。難民じゃねえから却下されてんだろ。とっとと諦めろ。本当の難民がお帰りいただけ。なんだと、立憲、共産、令和、社民、最低だな。これにですね、こいつらが反対してたとも書いてありましたんで、とりあえずワッカスとマヒルは見せしめも兼ねて絶対強制送還しろよ。ワッカスって日本人死ねって言ったやつですね。テロ支援団体に指定されている日本クルド文化協会の代表かなんか、やつ、ワッカス。試験ですけど、1回の難民審査に2年かかるって見た記憶あるんですけども、難民審査2回までってことは、2回目の結果が出るまで、2回目が却下されるまで4年間、その間は居座れることになるな。昨日のニュースですね、不法滞在中に日本で生まれた子供でも、小学校入学前の未就学児は親と一緒に送還されると知ったので、幼稚園児は送還される親と一緒にと知ったので、仮にですね、臨月の妊婦が日本に来てすぐに難民申請してもですね、2回審査の方が小学校入学より早いんで居座れませんな。よかったよかった。つうか審査に2年って長すぎですわね。予算と人員倍にして1年に短縮すべきだよね。5倍、予算と人員5倍にして5ヶ月に短縮しても構わない。そしたら2回の申請で10ヶ月って1年以内に送還できるもんね。頑張っても最長で4年しか入れないのかって知れ渡ればですね、難民申請自体が減るんじゃないでしょうか。これ、難民申請しても無駄だ。どうせいくら頑張っても4年以内に送還されるってことになれば、難民申請が使えねえなってことになって減るんじゃないでしょうか。全体数、申請の全体数が減ればですね、人員が密になって審査期間も短くなることを期待なんですけれども、官僚ってバカだから、全体数が減ったから人員減らすかなんてバカなことを考えるかもしれませんけど、それやめろよな。素早く審査、素早く却下でいいよ、もう送還しろって。川口のコンビニ駐車場の車内で女子中学生を襲って逮捕されたクルド人20歳ハスギャルアッパスは難民申請中の不法滞在者だったと知れました。まあ片山さつきさんがですね、川口クルドはほぼ全員それってバラしてたんで驚きませんけれども、20歳だったのが犯人は。世論です。パヨの支援だってこれどうすんの。なんでクルド人だけ悪目立ちしてるんだろう。数少ないのにね、3000人ぐらいで悪目立ち。コンビニの駐車場とか丸見えじゃん。けだものかよ。まさか不起訴じゃないですよね。あちらのルールに合わせて無知打ち刑がよろしいかと。向こうでは強姦は死刑じゃなかったか。こんなんで難民申請とか舐め腐ってるよな。やがてはガザのように居住地をフェンスで分けるようになるのか。向こうの鞭打ち刑ですね、普通にショックで死んだりするらしいです。そしてそれを社会が許容していると。鞭打ち刑中に死んじゃったんだって。ああそうなんだみたいな。
鞭打ちで死ぬのもやむなしという、社会が脅威、首だけ出してですね地面に埋めて死ぬまで石ぶつける石投げ系っていうのもあったような気がするな、クルド人たった3000人しかいないのに悪目立ちすぎなんですよ。毎日新聞記者がですね人口あたりの犯罪率は言うなギャオーンって発表してたからよっぽど犯罪係数犯罪率高いんでしょうね、コンビニ駐車場の車内で暴行だなんて外から丸見えだっぺってけだものすぎるよこいつ、日本みたいなの文明社会には馴染まないから馴染むとこ行ってくれよ頼むから。わらび川口のクルド人は長年居座ってる難民申請のベテランでとっくに2回以上はですね申請しているんだろうから6月10日から送還が始まったら急減すっかもしれませんね。もう2回以下のやつがもういない誰もみたいな、やつらと支援団体がごねても入管はね法に従って粛々と送還せよ期待してますからね、内閣府試算発表医療費介護費安定のため毎年 1% 以上の GDP 成長 1.8 以上の出産数、70歳定年が必要と、ネットではこの70歳定年っていうのに食いついてギャーギャオギャオ言ってました。世論です。30代でガタ来てんのに無理言うな。高齢者の権力が強い国は滅ぶ。現場勘弁してくれ。つまり年金もそこまでずれる。70歳まで働かないといけない社会。70歳定年してもやりたいことなんかない、安楽死を認めろ、70歳、寿命が伸びて元気な高齢者が増えたんで定年70歳は割とありですね。その代わり年金支給も70歳からとなるが、まあ、そうでなきゃ破綻するほどいびつな人口比なんだし寿命伸びちゃったんだし、まあ、しゃあないんじゃなかろうかと思うんですよね。あとですね私はどっちかというと死ぬまで働きたい口なんで、仕事を引退してぼーっとしてろって言われてもそれは苦痛な方なんで、これは別に文句ないですけど、2ちゃんには割とですね、いつまで働か好きだ、働きたくねえっていう意見が多かったですね。この中で出生数、出産数、1.8 が一番実現困難じゃないのかな。事故がですね、女性が輝ける社会をなんつって無理やり女性をですね、働かそうとし続ける限り、少子化は進むと思っております。女性が家庭で輝かないと子供増えるわけねえだろ、なんで誰も気がつかねえんだバーガーって話なんですけど、女性を無理やり働かそうとするのやめろって国が滅びっからさ、自公が推進するようですね女も男並みにフルタイムで働け税金も納めるっていう男とですよ養うから家で好きなことやってて、俺の子供産んでくれっていう男どっちが女性に優しい男なのかどっちが国家に貢献する男なのかよく考えろって、よく考えろって、なんで気がつかねえの。女性を社会で輝かしてたら子供増えるわけねえ別に、その口で少子化は国難とか言ってんだから何言ってんだってのに自民党公明党はバッカじゃねえのかってもう本当に軽蔑してますね。昨年末時点の在留外国人人数は341万990人で過去最高。たった1年で 10.9% も増加、11% ですよ。これも外国人はですね国の宝と言ってのける岸田のバカのおかげですね。うち特別永住者は28万1218人で減少中、減少中。特別永住者っていうのはですね、文字通り特別で、日本人と結婚して永住資格得た永住者とは区別する。特別永住者っていうのはですね、主に朝鮮戦争難民です。朝鮮戦争難民。1950年の朝鮮戦争で逃げてきた、まあ、100万人ぐらいいたんですけど、それに戦争難民ってことで、特別に資格やろうって難民認定したんですよ。それがさ、もう74年も、休戦中でやる気ねえからあいつら韓国も北朝鮮も蹴りつける気全然ねやる気ねえからずっとね難民して解除できないだけで、でも減りましただいぶ28万1114人、特別永住者の中で一番多い韓国人、朝鮮人国籍も寿命とかですね日本人以上の少子化で
減りつつある。あとですね、ガーシーみたいなですね、祖父が韓国人のクォーターは特別永住者って呼ばれないもんね。つまり日本人に徐々に吸収されていて減りつつあると。国籍別在留者多い順に次の通りであります。1位中国82万1838人、プラス 7.9%。こっちも 8% ぐらい増えちゃった、1年で、たった1年で。2位、ベトナム、56万、15.5% 増えたな。3位、韓国、41万、0.3% 減少。こっち減りました。これ、ほとんど特別永住者なんだろうな。41万人のうち28万人が特別永住者、朝鮮戦争難民なんだろうな。4位、フィリピン、32万。7.8% 増加。5位ブラジル21万 1.2%、 こっちはほとんど増えてないですね。6位ネパール17万、 26.5% 増えたなー。1年で、4分の1増えちゃった。7位インドネシア14万、50.8% 増加。なにこれ、5割増マジかー。8位ミャンマー8万6000、53.9% 増加。こっちも増えたな。ネパール、インドネシア、ミャンマー、何があったんだ。9位台湾6万、12.9%。10位米国6万3408人、プラス 4.3 万人。ネパールとインドネシアとミャンマー、何があったんだ。特定技能とか技能実習でワンサク来てんのかな。たった1年で増えすぎでしょ、50% とか。米国人6万人はほぼ在日米軍兵士ですかね。世論です。全体的に増えすぎ。テレビでは白人ばかり映すが、これが現実。中国人は国家動員法で暴れる恐れがあるから、やべえ。反日外国人をもっと減らせば大きな問題はなくなる。在日米軍はもっといるだろう。韓国人が20万人も減ってる。この人が見た時よりは減ってるって話、50万人、いるって聞いてたんですよね、この人。なりすまし含めたらどのぐらいいるんだろう。岸田は今後5年間でですね、介護や農業など不人気業界労働者82万人、特定技能なんて名前つけちゃって、その家族受け入れると言ってるんで、あっという間にですね、340万人が、400万人、500万人突破しますね。だってイスラムの方って10人家族とか普通だっちゅうからね。自民公明のせいで日本が日本人の国じゃなくなるのもすぐですね。倒すか方向転換させないとやばいです。日本が日本人の国じゃなくなってしまいます。その他のニュース、離党勧告された塩野良隆元文科大臣、独裁的専制的で到底受け入れることはできない。総理の責任も問われるべきと。その処分に不満だと、受け入れられない、独裁だ、弁明書でぶーたれておりました。いいぞもっと醜く無様にわめき散らせ、往生際悪くしろ。岸田派もですね、3000万円の裏金脱税やったのに知らーん顔してる岸田にも責任取らせろって。国民民主党衆院選東京15区に独自候補は擁立せず、党派から出てる音竹候補を推薦すると発表。音竹はですね、夫婦別姓推し、同性婚推し、移民推進改憲反対の中身共産党みたいな人なんだが、それでもええんかな。それでも推薦するのが節操ないな。国民民主むしろどこを応援するって言わないで黙ってた方が良かったんじゃないですか。党としての政治センスに疑義が発生しますね。政治センスダメだな、党として。ここもですね、所詮は立憲共産と一緒によ、国会18連休とかやってたとこだしね、所詮は。X ジャパン、ヨシキさん、台湾地震に1000万円寄付、現在のヨシキさん、ちっとも知らんかったけど、ロスでスタジオ経営したり、不動産事業やったり、ファッションブランド経営など、実業家だそうです。へぇ、知らんかった。そんなヨシキさんも58歳だそうで、58歳でもかっこいいですよね。プーチンと密接なつながりを持つとされる、ヤマハミュージック CEO、青木純、55歳3、モスクワのホテルで遺体で見つかる。モスクワ警察、なんか死んでたけど、事件性はない。恐ろしいや、恐ろしい。そんなわけねえだろって話なんですけれども、これテレビニュースになってますので、ヤマハミュージックって言ったら結構大手ですよね。
そこの最高責任者が、モスクワのホテルで遺体で発見、一応ロシア戦争中なんだよさ、のこのこ行くんじゃねえよって話もありますけどもね、というわけで、チャンネル登録とメール登院様大募集であります。よろしくお願いいたします。あと明日ですね、6日土曜日夜8時から20時から、ウィルの生放送出ます。私、ウィルデイリーウィルっていうチャンネルかな、まあウィルって雑誌ありますよね、月刊誌、月刊ウィルだっけ、そこがやってる生放送、 YouTube チャンネルの生放送に私出ます。夜8時から、土曜日夜8時から。実は昨日ウィルの本社に行って取材受けてきたんですよ。河野太郎に訴えられたんですって。なんていう話でですね。まあ、そこで私お世話になってる弁護士さんと一緒に行ってきたんですけれども、それ、来月号の記事になるみたいなんで、こちらも期待しております。明日、夜8時、デイリーウィルってチャンネルで生放送。よかったら、見てねー。よろしくお願いします。デトックスジャパン。